年明けましておめでとうございます。はい、ということで今初詣に行ってきましたということで、皆さんおみくじを引いてきました。今回初めて烏森神社に行ってきたんですけど、なんか仕事運とかいろいろおみくじが分かれてて、今回仕事運のおみくじを引いてきました。私の仕事運はじゃーん、中吉です。中吉でした。仕事運、仲間との意思疎通を図ることが大切です。自分が不在の時の取引先への対応など具体的なメモで仲間に伝えておきましょうなど、争い事は避けることで万全順調に進みますなどいろいろアドバイスが書いてありますはい、こう見て仕事のね名言とかがあって、人に従うことを知らない者は良き指導者になり得ない、かっこアリストテレスさんの言葉みたいですとか、夢からのメッセージとか、おすすめの開運行動も書いてあって、私はおはようと声を出して言おうって書いてあるので、たくさんおはようって声に出して行ってきたいと思います。あと幸福を呼ぶおかずっていうのも書いてあって私はアスパラのベーコン巻きみたいです。ここ一番の勝負の時には最強の組み合わせということで、アスパラのベーコン巻きを食べたいと思いますということで、皆さん2023年も1年よろしくお願いします。辻のかなみの辻のんびりチャンネルも更新していくのでよろしくお願いします。バイバイ。